はい、こんにちは。ここではですね、角錐や円錐とは切り口の形ということで、こういう角錐、円錐に関する問題っていうのをやっていきます。で、まずはじめにですね、今回の授業動画はこのスタディドクターのね、角錐や円錐とは切り口の形っていうページの補足動画なんでね、ここと一緒にご覧になっていただければさらに理解が深まっていいかなと思います。OK でしょうか。では早速見ていきましょう。まず角錐円錐とはというところですが、底面が多角形で側面が三角形、そういう立体を角錐っていうんですね。前回、前々回ですかね、僕ら角柱円柱っていうのやったんですけど、角柱円柱っていうのはこうズン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 ってその同じもんが詰まっていくよと。例えば円柱ってどんなんやったかっていうと、ね、ちょっとざっくりですがこんな感じですね。この底面の円がそのままこのね、こう上にこうぐーっと積もっていくと。こういうのを円柱って言ったんだよと勉強したんですね。これについてわけがわからん人はね、この円柱とか角柱のところを復習してください。で、今回あるのはこの錐、角錐、円錐。この漢字錐って読むんですけれどもね。っていうのなんですが、それ一体どういうもんかっていうと、一言で言うのはこういうふうに尖ってるやつです。先っちょが尖ってるやつです。例えば見てください。これ円錐なんですけどね、ちょっと見えますかね。底面が円で、これ尖ってるんですね。尖ってると。ね。こういうのを円錐と言うんですね。で、尖ってるというか、いうのが、まあ、あまりにも曖昧な表現なんで、しっかり書くならこんな感じです。底面が多角形。例えば、この図見てくださいね。この図で言うと、底面が、これ四角形です。底面が四角形で、側面、横の面が三角形になってますね。こういうのを、角錐って言うんです。今回は四角形の角錐なので四角錐です。これ立体にしたらこんなやつですね。底面が四角形。まあ、今回は正方形ですが、別に正方形じゃなくてもいいです。で、こういう風にね、底、側面が三角形になって尖ってるの。これを角錐って言うんですね。四角形やから四角錐と。で、今みたいに綺麗な形じゃなくて、こんな感じでですね、底面が別に正方形じゃなくても、長方形じゃなくても、いびつな四角形でもですね、もう四角形ならどんなんでもいいです。こんなんでもいいんですよと。で、側面が三角形なら、これは角錐っていうんですね。で、この四角錐はですね、ちょっと意図的にこの頂点の位置をずらして、頂点の位置をずらしてるってどういうことかっていうと、こっちの場合は頂点がね、この底面のど真ん中の中心に来るようにしてるんですけれども、こっちではちょっとずれてるんですね。この、さっきのを使うと、この頂点をもっとこう左に寄せてね、ググッと刺して、こう、いびつな感じにしたんですけど、こういういびつにしても、これは、角錐というよ、っていうのを分かっておいてください。円錐を使えばもっと分かりやすいかと思います。このさっき言ったようにね、底面が、の形が円で、そして尖ってると。まあこの場合、円錐の場合、側面は三角形じゃなくてね、扇形になるんですけど、それはまあ次回の展開図でしっかりやるとして、底面が円で、これ尖ってるこの円錐買って、もうほとんど、というかもう 99%、もう 100% って言いたくなるぐらい、この中学レベルの円錐では、もうこの頂点をね、このまま底面に垂直な線を下ろしたとき、ここ円の中心になるんですが、中心になるんですが、これをこう左にググッと寄せてね、こういびつな感じにした、これも一応円錐です。一応円錐です。一応円錐ですが、ここ頂点じゃないんですね。一応円錐ですが、もうほとんど出てこないで気にせんでいいと思います。四角錐とかね、の場合は結構出てくるんです。この頂点の位置がど真ん中じゃなくてずれてるよっていうのが出てくるんですが、円錐の場合もこれはほぼほぼ出ないんでね。もう忘れてもいいぐらいですね。円錐といえばもうほぼほぼこの形です。OK でしょうか。で、まあ、あとの注意点としては、角柱の時と一緒で結局底面の形を見るのが大事だよと。ね。これで言うと六角形。底面が六角形で、で、側面が全部三角形から六角錐っていうよと。名前は底面で決まるよっていうのも角柱の時と同じです。ここまで OK でしょうか。で、次に僕たちが見ときたいのは正角錐っていうやつです。正角錐。でもこの図形で正がついたらね、大体想像つくと思いますが、正方形とか正三角形とかね、この長さが同じであるみたいな、そういう時ですね。底面が正多角形の角錐と。正多角形、正方形とか正三角形とか正五角形とか正六角形です。で、側面が二等辺三角形になる。そういう角錐のやつを正南角錐みたいに言うんですね。正四角錐とか。
でもっとちゃんと言うならこの頂点から底面に垂直に下ろした直線が底面の中心を通ると、つまり底面がさっき言ったようにね、正方形とか正三角形とか正五角形とかで、さらにこの頂点をから底面に、ね、垂直な直線を引いた時に、ここがこの底面の中心になると、そういうのを正角錐っていうんですね。その結果側面は自動的に二等辺三角形になるんだよと。だ正四角錐、もうまさに今回用意した模型なんかそうですね。底面が正方形で、で側面が全部二等辺三角形になっているので、これは正四角錐です。OK でしょうか。でたまにややこしくなるのが、なんかこの正角錐ってつくから、この側面ってなんか正三角形じゃないとあかんのかなって、ごちゃごちゃになる場合もあるんですけど、全然そんなことなくて、単純な二等辺三角形で OK なんですね。二等辺三角形ならもう正角錐だよと。もちろん正三角形も二等辺三角形の一種なんで正角錐なんですが、正三角形じゃないとダメだっていうことはないっていうのは分かっておいてください。二等辺三角形で OK だよということです。ここまで OK でしょうか。じゃあラストの大事な、ね、攻略ポイントを見ておきましょう。円錐や正角錐の切り口の形がどうなるかっていうことですが、底面に平行に行くならば底面と同じ形になるよ。つまりこれをここでねズサってこう横にスパッて切ったら、ここに同じ底面と同じ円ができるっていうのは、これはもう容易に想像できるかと思いますね。だそれほど難しくないと思います。イメージ通りです。気になる人はねこういう円錐みたいなのをね粘土とかで作ってナイフとかでスパッとね底面に平行に切ってみてください。円ができます。で垂直なら底面に垂直ならば二等辺三角形ができるよと。底面に垂直分かりますよね。こう例えばね、まあじゃあ円錐があったとして、まあ立てた時にですね、このままこう縦にズサッとこうね、まあこれ模型なら切れないですが、こうこのままズサッと切ると、ね、ここをこう包丁とかでバッていくっていうことですね。そしたら切り口の形はどうなるかっていうと、これもまあ想像つくと思いますがね、上から包丁入れたら、ここがこうスパーンって切れるんで、こういう風にね切り口はこの二等辺三角形になるんですね。でこの角錐の切り口の形っていうのは、まあもうこの円錐とか正角錐が出てくるのがほとんどなんで、この底面に平行にいったら底面と同じ形やし、底面に垂直にいったらねこの二等辺三角形ができると、もうそう覚えてても大丈夫なぐらいです。では以上を踏まえまして今回の問題解いていきましょう。次の立体の名称を答えようということで、括弧1丸の2、これは底面がまず三角形になってて、そして側面も全部ね三角形なんで、これはもう角錐ですね。で底面が三角形なんで三角錐だと。でもしもこれがねこの底面が正三角形、正三角形 で側面が全部二等辺三角形なら、それは正三角錐になるよとっていうところですね。ただまあこの図を見ただけではそこが判断つかないので、ね、あのリスクを避けるために三角錐と正をつけずに書いてます。その反面2番はもうなんかいかにも正四角錐感が出てますよね。なんか底面は正方形にも見えますしね、側面は全部二等辺三角形にも見えますが、まあ、特に書かれてないんでこれも一応四角錐としてます、まあ、でもほぼほぼ正四角錐に見えますけどね。そのどうなったら正四角錐なんやっていうのをしっかり理解しておきましょうね。ここで説明した通りです。3番はね、もう円で尖っているんで、これは円錐です。OK でしょうか。慣れていこうっていうところですね。過去に、右の立体について次の角度に答えよう。ただし、底面は正五角形であると。ね、この立体の名称を答えよう。今言ってた通り、底面が正五角形なんで、これもほぼほぼ正角錐でしょうね。まあ、正五角錐と、判断するためにはもう一つ、この側面がね、二等辺三角形であるとか、頂点から底面に下ろした、ね、この垂線が、この底面の中心を通るとかそういうのが欲しいところですが、まあもう正五角形やしね、今回に関してはもう見た感じであんま行くのは良くないですが、もう大抵これ二等辺三角形なんでね、もうこれは正五角錐で問題ないかと思います。で2番、この立体を平面に、底面に平行な平面で切ると切り口はどんな形になるかね、ここスパッて切ると同じ形ができるっていうのはさっき説明した通りなんでね、平行な底面と同じ形なんで正五角形ができるよっていうところです。底面に垂直に行った場合はどうなるかっていうとね、これも二等辺三角形になるっていうのも先ほど見た通りですね。 OK でしょうか。
はい、ということでですね、ここでは隠すや円錐とは切り口の形について勉強しました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。あとは自分でもノーヒントでできるように例題見つけてしっかり練習しておきましょう。